ですけど、最近地震が相次いでいましたね。そうなんですね、この能登半島ではですね、2018年ぐらいからですね、地震回数が増加傾向にありまして、特に去年の7月頃からは、地震活動が活発になっていました。今回震度6弱を観測した、珠洲市ではですね、去年9月16日にも、マグニチュード 5.1 の地震があり、震度5弱の揺れを観測していました。はい、最近も地震活動は活発になっていまして、今日もですね、震度6弱の揺れを発生した後もですね、午後4時までに震度1ですとか震度2といった揺れが起きていますので、引き続き地震活動に十分注意していただきたいと思います。そして今、松野官房長官が到着しました。会見が始まります。本日15時8分ごろ、石川県能登地方を震源とする地震ですが、この地震による津波の心配はありません。また地下原子力発電所をはじめ原子力施設については異常はないとの報告を受けています。また人的物的被害については確認中でありますが、現時点では特段の被害報告は受けておりません。ライフラインについては停電、断水、通信障害等の被害報告は受けておりません。交通関係についても特段の影響があったとの報告は受けておりません。現在県警、自衛隊のヘリなどによりさらなる情報収集を進めています。このような状況を踏まえ、発生直後総理からは先ほど申し上げた通りの指示があったほか、先ほど16時過ぎに総理に状況を報告したところであります。総理からは情報収集をしっかり行うこと、被害が把握された場合には早急に災害応急対策に全力で取り組むことなどの指示があったところであります。引き続き自治体と緊密に連携を図りながら、警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心に救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組んでまいります。今後1週間程度最大震度6弱程度の地震に注意をしてください。特に地震発生から、2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。揺れの強かった地域にお住まいの皆様は、倒壊した建物や道路など危険な場所には近寄らず、自治体の避難情報のほか、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報にも留意をしつつ行動いただきますよう重ねてお願いをいたします。私からは以上でございます。今後の政府の日程についてお伺いします。災害対策本部や関係閣僚会議など今後予定している日程がありましたらお伺いしたいと思います。どこにあるんですか。今後政府として地震対応にどのように対策対応していくのかお伺いします。これ先ほど1回目の会見でも申し上げましたけれども、地震発生直後に官邸危機管理センターに官邸対策室を設置をし、関係省庁の局長級による緊急参集チームを招聘をしております。今後の活動に関しては状況、被害等に応じてしっかりと対応してまいります。今回の地震に伴う110番通報ですとか110番通報の件数の規模があれば伺います。また震度6弱を観測した珠洲市の担当課によりますと、市民から住宅で漏水しているという連絡が複数寄せられているということですけれども、政府として把握している情報や対応があればお伺いします。現時点では人的被害に関する110番通報や119番通報はないとの報告を受けています。漏水についてでございますが、現時点で被害状況の報告は受けていませんが、引き続き確認を進めたいと思います。先ほど漏水の質問がありましたが、いわゆるインフラ被害の対応などでですね、自衛隊、地方自治体から自衛隊への災害派遣要請は今のところないということでよろしいでしょうか。私には報告はございません。アートエリア12月以降、地震が活発化していて、地殻変動の関係などもあって、今後も大規模な地震の可能性を専門家などに指摘しております。これまでの群発地震との関連についての政府の見解とですね、今後の警戒体制について改めてお伺いします。石川県能登地域において地震が頻発をしていますが、
その原因については文部科学省の地震調査委員会で検討されていますが、現在までに特定には至ってないと聞いております。文部科学省の地震調査委員会の評価では、これまでの活動状況を踏まえると一連の地震活動は当分続くと考えられるとされています。ということだったんですが、上空からの目視でも特に大きな被害っていうのは確認されてないと、その動きが見てないということはよろしかったでしょうか。現状においてはそうです。まあ、ただ引き続き調査を進めているところであります。